はい、どうも庶民でございます。今どこ来てるかというと森庄寺でございます。京阪森庄寺の駅前に来ております。今からですね、千倍商店街の方に向かってですね、行ってみたいと思います。はい、というのもね、僕のね、思い出の地でございます。はい、高校時代ね、この辺でいっぱい過ごしておりました。今回来たのね、大体ね40年ぶりぐらいでございます。めちゃめちゃ変わってるでしょうねと思って、駅前にねこんなスーパーあったの全然覚えてないなと思いながらですね、今から歩いていきたいと思っております。はい、地図があったんで、地図でちょっと今森庄寺のこの辺でございますが、この辺をぐーっと行って、ぐーっと行って千倍商店街うろちょろして、千倍市の駅に向かいたいと思っております。それでは行ってまいります。時代が変わってもね、はい、なんかこの下町の雰囲気ってあんまり変わらないですね、この辺は。あんまりこう大きな、どういうんですかね、お店とかがなくて、まあ個人店が中心な感じは素敵ですね。はい、まあ、これどっちって言ったらいいんやろ、南かな。の方に、西かな分かってないです。の方に向かって進んでおります。それでね、角にねアルト楽器っていうのがあってね、そこが僕が高校の時初めてギターを買ったお店なんですが、さっきちらっと見たらまだ看板があったんで、やってるのかな。はい、こちらですね、アルト楽器さん。懐かしいな、やってんのかな。看板があるってことやってるんだと思いますが、まだ時間が10時半なのでまだ開いてないのかなと思います。はい、このまままっすぐ行ったらね、朝日警察とか、僕の母校である朝日高校とかあるような道でございます。これね、ちょっと千倍市の方行くんで、右に曲がっていきたいと思います。この道教会道って言うんですってね、知らなかったです。古そうなお店ですけど、全然記憶にないですね。このところに業務スーパーがありました。当然40年前業務スーパーなんてなかったですからね。はい、知らなかったですね、森庄寺教会道っていう商店街やったみたいで、商店街というか道やったみたいです。神戸牛三田屋、なんかまだ朝早いのか、ちょっとねまだシャッターが閉まってるお店があるというのと、今日日曜日なんで日曜日に閉めてるお店があるっていうのもあると思います。この五月人形の辻さんも古そうですね。はい、まあ、一応どんどん歩いていきましょう。美味しそうですね、早起さん。ここはね、昔楽器屋さんやったと思うんですけど、
何や、もうやめてるんですかね。スタジオがあってここでよく練習したんですよね。おっと、喫茶神道やってるじゃないですか。おー、高校の時入り浸ってましたからね僕ら。最後に時間があれば入っていきたいと思います。神道のね、向かいがねマンションになってますね。ゲームセンターやったと思うんですけどね。はい、これは40年もだったらいろいろ変わりますわなと思って。鬼どころのたこ焼き屋さんに行ってます。なんかね、この先の左側に回転焼き屋さんがあったんですけど、そんなんもあるのかな。ラーメン屋さん、はあ、美味しそうですね。この東洋学園は昔からありましたね。でもなんか建て替えたのかな。ちょっと新しめになってます。この辺にあったんですけどね。ありますね。40年前と同じですね多分。シャッター閉まってますが開けるんでしょうか。ちょっとよくわかんないです。ただいま10時40分ぐらいなのでまだ開いてないとこも多いのかなと思いますが、とりあえずまっすぐ行ってみますか。じゃあなんかね、公園があったと思うんですよね。その前が道やった、ここですね、はい、あの公園の前が道やったのにマンションになってますね。あー、なんかそうか、そりゃそうなるわな。新しめのマンションですね。こんなおしゃれな店は昔はなかった。こっからいまいち商店街になるんですね。おしゃれな店もありますね。やっぱりこの辺なんか人通りが多くなってきてるという感じです。この王将は本当の王将なんやろうか、わからないですね。大阪王将っぽかったですね。うわ、安い。イチゴがめっちゃ安かったです。あ、ジャンボ酒屋、酒場が出てきますね。
ちょっとね、先に行きたいなと思っているのが、大英の発祥の地が千林なんですよね。おお、大英の跡地がパチンコ1、2、3になってますね。すげえ。多分ここで会うてると思うんですけど、横がね、ほんまね、庶民的なところなのに、ここだけ違和感があるパチンコ屋になっております。裏路地にね、いっぱいお店があるっていうのも楽しいんですよね、仙台市って。天満もそうですけどね。仙台市はどっちかといえば買い物するようなお店が多いですけど、はい、クラシエール館どうなったっけや。僕の記憶にはありませんね、クラシエール館。焼きたて全品99円、すごいな。やっぱりね、こんだけ個人商店が多い商店街も珍しいと思いますね。商店街を通って仙台市の駅の方にちょっと進んでおります。亡くなったとお聞きしてますけど、深田書店っていうのがあったんですよね。ああ、多分ここですね。深田書店がセブンイレブンに変わっている感じですね。はい。昔ね、あの図書券で、あるじゃん、場所移転してるけど、懐かしい。ブックスビル、あ、貸しホール屋さんになった。書店がなくなってビルだけ所有してるんですね。なるほど。ここのね、路地に入った時にね、王将があったと思うんですけどね。だから僕は人生で初めて食べた京都王将ですね。あれ、こっちかな、深田商店元あった歯医者になったのかな。そうだね、歯医者になったのかな。はい、はい、仙台市商店街の、あ、じゃないわ、京阪電車の仙台市駅にも近づいてきております。ここも昔からあるような気がするな。安っ。うどんそば小110円、並210円、大320円。安いな。どんどん亭さん。この裏にね、あった。まだあるんじゃない。喫茶再開ってことありますよね。
こもよく行きました。 JCB のねスピーカーがね鬼ほどあるんですよね。せっかくなんで再開山入っていきたいと思います。はい、喫茶再開さんに行ってきましたが、昔ねすっごいスピーカーがあったんですけど、壁一面にねこう JBL のスピーカーが並んでたって感じなんですけど、それをもう全然なくなったみたいなんで、うん、とりあえずね、ドライカレーだけ食べてですね、出てきましたっていう感じでございます。じゃあね探索をねちょっと、はい、続けていきたいと思います。ちょっと裏路地行きますね。はいどうも、はい、千倍商店街ぐろちょろぐろちょろしてみました。いかがだったでしょうか。昔はねゲームセンターあったりね、ショッピングセンターみたいなのがあって、イオンとかね、イオンじゃないな、日時とかねダイエーみたいなもんがあってですね、屋上で遊べたりしたんですけど、まあねそういう魅力はちょっとなくなったかなとは思いますけど、まだまだね、いろんなお店がね立ち並ぶ面白い商店街でございます。皆さんもよかったら、一度訪れてみてください。はい、またね、この辺住んでたっていう人には懐かしいビデオになったんじゃないかなと思っております。はい、懐かしいポイントにもちょっとね、今後回っていきたいと思っておりますんで、チャンネル登録および高評価よろしくお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。